信じられない。うん、でも本当なのよね。魔法。え、何これ。何があったんですか？何者かが侵入したらしいんだ。泥棒ってことですか？私が来た時にはこの状態だったの。もしかしたら企業スパイの類かもしれないわね。こんな何もないところで。とにかく魔法、君も何か盗まれていないか調べたまえ。はい。土台、何か取られていたものはあったかい？いえ、私の方は何も。教授たちは？こちらも何も盗まれてはいないようだわ。ピスイの仲間を確かめてみたが、第三者にアクセスされた形跡は見られない。本当に何も取られてないかい？はい。そういえば魔法、君のノッピスイはどうした？もしかして盗まれたんじゃないか？あれならホテルに置いてあるから大丈夫です。そうか、ならいいんだが。どうする？警察に連絡する？何も取られていないならことを荒立てる必要はないのかもしれないな。そうね、少し様子を見ましょうか。あの教授、実はお願いがあるんです。よし、あとは。そうだわ、
確か彼。すみません、真帆先輩、私のために。ううん、あと少しでできそうだから。それにこれは私のためでもあるんだし。それにしても携帯電話を使うだなんて普通考えないわ。たとえ考えついたとしても実行に移そうなんて思わない。携帯は話すときにどうしても受話器をこめかみ付近に近づける必要があるからな。こめかみ周辺には大脳前頭葉と大脳側頭葉がありますからね。側頭葉の海馬傍回が記憶を貯蓄する場所だと考えると妥当な判断かと。問題はどうやって記憶を圧縮させるかよね。それについては目下僕が毎日徹夜で頑張ってるわけだが。すまないな、ダル。しかもハッキングがここからだって絶対にバレないようになんて言うから大変だっつーの。他のバイトだってあるのにさ。にしてもさ、オカリン、彼女ほんと別人みたいなんですけど。ああ、それにしてもこんなラボで本当にタイムリープマシンを作ってたなんて、実際にタイムマシンを目にした今でも信じられないわ。でも人間の記憶を丸ごとデータ化して過去に飛ばすなんて発想はすごいですよね。さすがは真帆先輩。その言葉そっくりそのままあなたに返してあげるわ。はい？あなたは天才で、所詮私はサリエリだったってことよ。うん？なあ、カガリ。そうだ、アマデウスで思い出しましたけど、プロジェクトはどうなってるんですか？残念ながら凍結されたわ。
カガリ。凍結？どうして？もしかしてレスキネン教授が決めたんですか？私にもわからないわ。教授はもっと上からの指示だって言ってたけど。そんな、せっかく順調に言ってたのに。なあ、クリス。はい？あれ？私、今。君はカガリ。シーナ・カガリだよな。シーナ・カガリ。そう、私はシーナ・カガリ。私は…でも、それじゃあ、これは…この頭の中にある記憶は何？それはマキセ・クリスの記憶だ。君の記憶じゃない。そんなこと言われてもわかんないよ。だって私にとっては私の記憶でしかないんだもん。マユリママたちとの記憶も、子供の頃のパパとの記憶も、アメリカの大学での出来事も、全部私の中にあるんだもん。どれが本当でどれか嘘かなんて、私わかんないよ。ねえ、私どうしたらいいの？助けて。カガリタン、ちょっと気分転換に散歩でもしてきたらどう？そうね。人間じっとしてると余計なこと考えちゃうものよ。少しくらい体を動かした方がいいかもしれないわね。というわけでオカリン、カガリタンを頼んだ。わかった。その、どこか行きたいところあるかな？どこでもいいの？ああ、君の行きたいところでいい。それじゃあ、クリスさんと行ったところに連れてってほしい。え？オカリンさんがクリスさんと歩いたことのある場所に連れて行って。
オカリンさんがクリスさんと初めて会ったのはどこ？初めて会った場所。私、そこに行きたい。ここが？オカリンさん、どうしたの？すまない。汗すごい。ごめん、もしかして私のせい？いや、そうじゃないんだ。ただ、行こう。いいの？具合悪いんでしょ？大丈夫だ。わかった。それじゃあ、行こう。ありがとう。懐かしい。これこれ、私これに乗ってきたんだよ。初めてこのビルの上に降りた時にね、お空がすっごく綺麗でびっくりしたの。私、ママと別れるのが嫌で、ずっとこのマシンの中で泣いてた。ママに会いたいよって。そんなことじゃダメだ。いつまでも泣くんじゃないって、鈴葉お姉ちゃんに言われて、それでも悲しくて。そんな時に開いたハッチの外に見えたのが、青い空だったの。2036年の空は、青くないのか？うん、戦争の影響でね、ずっと黒くて暗い空。それに外にもなかなか出してもらえないし。オカリンさんはここでクリスさんと初めて会ったの？いや、ここじゃない。ここは、お、降ってきちゃった。ああ、そうだな。
壁か。生きてたか。そっか、ここだとあんたと会っちゃう可能性があること忘れてた。何をしていたんだ。考え事。そうか。このままじゃ風邪ひいちゃうよ。早くこっちに。はあ、びっくり。ここだよ。え？ここが俺とクリスが初めて会った場所だ。さっき私に何を言おうとしたんですか？さっきとはいつのことだ？ほんの15分くらい前、会見が始まる前に私に何か言おうとしましたよね。すごく悲しそうな顔をして、まるで今にも泣き出しそうで、それにすごく辛そうでした。どうして？私前にあなたと会ったことありますか？オカリンさん。カガリ。私が怖がっているとママがよくこうしてくれたの。どうして？だってオカリンさんすごく辛そうで、今にも泣き出しそうなんだもん。あいつとクリスと初めて会ったのはここだった。ここってこの踊り場？あ、最初の印象は最悪。初めて会ったっていうのに上から目線では睨みつけてくるまで可愛さのかけらもなかった。もっとも向こうだってそう思ってただろうけどな。でも、それでもクリスさんはオカリンさんにとって大切な人になった。あ、私の顔ってクリスさんによく似てるんだよね。どうしてそれを？先輩、真帆さんから聞いたの。それでネットで調べてみたんだけど、自分でもびっくりするくらい似てた。そんな人の記憶が私の中にあるなんて、それも運命なのかなって。Thank you.
私も。もしもね、シーナ・カガリの記憶がなくなって完全にクリスさんの記憶に入れ替わるとしたら、そしたら私はマキセ・クリスになっちゃうのかな。そう簡単に行くものじゃないよ。でも、もしもだよ、もしもそうなるなら、オカリンさんは嬉しい？私がクリスさんになったらオカリンさんは嬉しい？俺は、でも私はやっぱり嫌だな。このまま自分がどうやって生きてきたのかもわからないまま、誰からも必要とされないまま消えちゃうなんて。かがり、私どうなっちゃうのかな。私は このままじゃ風邪をひく。そろそろ帰ろう。とにかく上がってください。わあ、二人ともずぶ濡れ。急いで着替えなきゃ。ママ。寒かったでしょう。お風呂沸かしてきますね。お風呂、ママと一緒がいい。マユシーと？うん、いいよ。あ、でも、オカリンはどうする？いや、俺はいい。カガリを先に入れてやってくれ。うん、ありがとう。オカリンも風邪ひいちゃうから、着替えだけでもしてね。なんとかする。ちゃん？どうしたの？かがりちゃん。かがり？誰？え？あなたは誰？マユシーだよ、カガリちゃん。カガリ、私の名前？カガリ、違う。私は誰なの？私は、あれしろ、カガリ。痛いよ、ママ。助けて、ママ。
本当か？お、オカリン、なんつグッドタイミング。岡部さん、びしょ濡れじゃない。そんなことはどうでもいい。それよりも、やったのか？むふ。でかした誰？スーパーハッカーなのだぜ。これくらい当然だっつーの。ヒアジョーさんは？ヒアジョーさんの方も完成したのか？私だってこれくらいどうってことなかったわ。さすがだな。まあこれも全部あなたやカガリさんから情報を得られたからなんだけど、そういう意味ではカガリさんの中にクリスの記憶が残っていて助かったわね。いや、それでも完成させたのはヒアジョーさんの力だ。ありがとう。その言葉、素直に受け取っておくわ。あとは実際にきちんと機能するかどうかが問題だけど、こればっかりは試してみるわけにもいかないのよね。そうだな。僕はキッチン二郎3回な。それじゃ、私はちょっと眠らせてもらうわ。さすがに疲れる。もう誰よ、人がこれから寝ようって時に。はい、もしもし。で、かがり店の方はどうなん？それなんだが、実はあまり良くない。今日なんて真由里のことすら分からなくなった。マジで？それだけじゃない。その後ひどい頭痛を訴えて意識を失った。それまずくね？まずいな。なんとかしないと。え？本当ですか？マホタン、どうしたん？何かあったのか？荒らされたって。私の借りてたホテルの部屋。それで、詳しい状況は分かったのか？今から警察に連絡するから、何が盗まれてるか調べるためにも早く戻ってこいって。じゃあ何が取られたか分からんってこと？もしかして下着とかも？そういうのは全部持ってきてるわよ。セクハラで訴えましょうか？
うひー、それだけは勘弁。まあ、私の部屋って普段から散らかってるから、荒らされてるように見えただけって可能性もある。楽観的に考えればね。鍵が開けられてたっていうから、誰かが入ったのは間違いないでしょうけど、実はついこの間もオフィスの方が荒らされたことがあって。じゃあ単なる偶然じゃないな。何者かがヒヤジョーさんの持っている何かを探しているんだ。そうね。でも何を探しているのかは見当がついてるわ。なんだ？クリスのノート PC よ。あれか。その PC ってこの前真帆たんが僕に託したやつ？何？実はね、どうしてもパスワードを解析したくてここに困るようになってから橋田さんにお願いしたの。それじゃあノート PC は無事のはずよね。もちろん、今は僕の秘密のアジトにあるのだぜ。つっても、ずっとセルンのハッキングにかかりきりだったから、まだパスワードは解析できてないけどね。もしかしたら、これは使えるかもしれない。使えるって？シーナ係だな。おとなしくしていれば手荒な真似はしない。
You fucking bitch! おいおい、静かにしな。あんまりうるさくするとおめえらも困るんじゃねえのか。やるじゃねえか、バイト。店長もね。そっちはどう？鈴葉は大丈夫？怪我してない？心配いらない。お前の娘は想像よりずっとすごいよ。そりゃあ僕の娘だからね。でも傷物になんかされたらオカリン一生恨むからな。おっと、そうはいくかよ。おじさん、そっち！おじさん、怪我は？大丈夫？なんともない。
オカリン、どうしたん？何があった？心配するな。こっちはみんな無事だ。それよりスズハ、奴は？おいおい、あんまり暴れるんじゃねえよ。騒ぎになって困るのはおめえもだろうが。それにまだ一本目だぜ、情けねえ。あとまだ九本も残ってる。それが終わったら目だ。それから両方の耳、鼻、まだまだお楽しみはいっぱいあるんだぜ。俺だって面倒な真似はしたくねえ。どうせ吐くんなら早めに吐いた方がお互いのためだと思うぜ。どうだ、もう一本行くか。最初からそうすりゃいいんだよ。で、おめえさんたちの元締めは誰だ？トラトフォー？おい、冗談じゃねえだろうな。ストラトフォーか。また面倒な奴らが。聞いたか、誰？今すぐにストラト4のサーバーにハッキングをかけてくれ。オキドキ。どうしたの、店長？何か気にかかることでも？いや、ストラトフォーといや民間の会社だぜ。いわば金によって雇われてる連中だ。そんな奴らがいくら捕まったからって自決までするか。おい、おめえ本当に？くっ、気を失ってやがる。だらしねえやつだ。後始末は俺に任せて、おめえらは行け。いいんですか？これで終わりじゃねえんだろ。わかりました。後のことはお願いします。おじさん、早く！分かってる。
ナル、どうだ？ちょい待ち、前にハッキングかけた時のルートがあるから今探ってる。前にって、お前そんな危険なことをしてたのか。ちょっとね、友達とかけてね、どっちが早くハックできるか勝負したんだ。ゴーゴーカレー1年分。あれ、どっちが勝ったか聞かないん？とにかく急いでくれ。レジャー。オカリン、顔色悪いよ。いや、なんでもない。なんでもないことないにゃ、見せるにゃ。ひどい怪我してるにゃ。岡部さん、違う。オカリン、問題ない。問題ないわけないにゃ。ルカにゃ、応急手当の用意を。はい。俺は大丈夫だ。マユリ、それよりもガガリは？ガガリちゃん、しっかり。ママ、ママ、どこにいるの？ママはここだよ。ちゃんとそばにいるよ。ねえ、ママ、私、このまま、消えちゃうのかな？大丈夫だよ。きっと、オカリンとダル君が何とかしてくれるから。オカリンさん。そうだよ、オカリン、わかるよね。オカリンさん。心配しなくていい。もう少し、もう少しで元通りになる。私を消して。カガリ、彼女の中から私を消して。このままじゃ彼女が。Thank you.
なる。まだか。待って、もうすぐもうすぐ。まずいよ、おじさん。1、2、3、何人か集まってきてる。ストラトフォーだ。誰？よし、来い、来い、来い。シュー！誰？シュー、シュー、シュー！来た来た来た！ビンゴー！重要そうなファイルの中からサイズの大きなものを選んで。待ってよ、大きなのずっと、もしかしてこれかな。でもファイルネームジョンって。モーツァルトの洗礼名はヨハネ、きっとそれだわ。なんかよくわからんけど OK。 てか中にもファイルがいっぱいあるんですけど。見せて。ファイルが増えてる。私たちの研究段階じゃこんなに多くなかった。この中のどれかがカガリさんの記憶データのはずだけど。 K6205 だ。え？ K6205 番がカガリの記憶だ。誰？K6 に、あった！これだ！あとの手はずは、事前に話した通りに頼む。早く！完全に囲まれた。誰、準備はいいか？オールオッケー。よし、行くぞ。待って。どうした、ヤジョさん。本当にうまくいくのかしら。もし失敗したら、カガリさんは。大丈夫だ。俺が保証する。岡部さん。おじさん！カガリ。岡部さん。いいな。来た。誰？了解。岡部さん。私、多分岡部さんのこと、あなたのこと。